建物の南側入り口付近建物の中、愛知トリエンナーレ2019では、モニカ・メイヤー、ドラガルシアラの作品が展示された。名古屋市美術館は、愛知県名古屋市中区の白川公園内にある美術館である。1988年4月22日に開館。建物は建築家である、黒川紀章の代表作として名高い。地元出身でもある黒川が、名古屋城や、 大須賀ノン、厚田神宮など名古屋の伝統的な建築物の衣装を随所に取り入れている。河野池組志向。コレクションは、右施設湖、前田清村、河井極道、熊谷森和、山本勇右ら郷土作家の作品のほかエコールドパリメキシコルネサンス現代美術を中心に収蔵している。特別展は、その都度定める、料金減免、割引制度。 ありがとうございます。